日本に住んでいてよかった。日本で買い物をした商品を海外で売ると稼げる。私はそのお手伝いをして、あなたに日本に住んでいてよかったと思ってもらうのが私の使命。京都の姿から見えてくるのは、約30年にわたって物価や賃金が伸び悩み続ける日本という国の安さ。物価が2%から3%ほど上がっていくのが欧米の当たり前。日本だけおかしな状況が20年以上も続いてきた結果、海外との差が開き、物やサービスの値段が安すぎるという状況が起きている。日本は地獄か天国か。ビッグマック指数、各国の経済力を測るための指数です。世界のマクドナルドの店舗で販売されているビッグマック1個の値段を比較することで算出されます。日本は57カ国中33位、中国、韓国よりも低くなっています。日本のビッグマック指数のランキングは年々低下しています。2000年のランキングでは日本は5位、アメリカは8位でした。2000年当時、アメリカ人が日本に来てビッグマックを買えば、日本は物価が高い国だと感じ、日本人がアメリカに行けば、アメリカは物価が安い国だと感じたはずです。それが現在は逆転して、その差がどんどん広がっています。今の日本の状況は、私が頑張っても稼げないと嘆いてた頃より悪化しています。しかし、海外に目を向けると、違った風景が見えてきます。日本で売るなら地獄。日本で仕入れるなら天国。物価の安い日本で品質にうるさい日本人に売るなら日本は地獄。物価の安い日本で仕入れて物価の高い海外で売るなら日本は天国。日本で働いて稼ごう。日本人に販売しようと考えると日本は地獄。しかし、日本で仕入れて稼ごう。海外輸出をして景気の良い国の人に販売しようと考えると日本は天国。一足先に海外販売している人の実績。アメリカでは月1000個から6000個の商品を売っている会社さんです。毎年9月から12月が売れますが、クリスマス用商品は売っていないので、クリスマスは伸びません。売上金額では年間27万ドル、約3000万円ぐらいです。アメリカアマゾンに輸出販売している会員さん、年間売上3000万円です。一方、オーストラリアの商品も売ってます。オーストラリアは月400個から2000個の範囲で売ってます。オーストラリアもクリスマス商品を売ってないので、12月はあまり売れません。年間で売上金額は13万オーストラリアドル、約1000万円ぐらいです。ということでね、ご報告いただいてます。年間売上1000万円。また別の会員さん。ね、飲食店のオーナーでしたけど、まあオーナーですけど、コロナ自粛で営業できない間に、オーストラリア、アマゾンを始めて、売上が3万ドルを突破しています。円安でアマゾンにチャンス到来。1ドル80歳の時に1万ドル販売して20万円儲かっていたなら、1ドル93円の現在は、同じ売上で10万円近く利益が増えて30万円の利益になります。日本に住んでいるのに Amazon 副業で稼がないのは大損です。ここをクリックして、オーストラリア Amazon 輸出サポートの確認をしてください。Amazon 輸出サポーター、堀秀夫でした。